はい、ということで演技がいい演技チャンネル第2回目始まりまして、よろしくお願いします。ちょっとショックなことがありまして、これ実はテイク2でして、テイク1回目ね結構熱弁して喋ってたんですけど、それ全部音が入ってなかったっていう事故がありました。まあこういうことね、映像ではありますよね。まあ映画だったり、ワンテイク目せっかくいい演技できたのに、それ技術的にダメでした、カメラダメでした、音ダメでしたってこと、まああるんですよ。まあありますよね、まあ、ある意味仕方ないっていうんで2テイク目やってます。こういう時ね、まあ演技とかでもそうなんですけど、セリフ決まってて、まあ同じこと、これからもまあ同じこと喋るんですけども、内容はまあ大体筋っていうか、大体内容っていうのは決まってますよね、セリフとか。でもこれ2テイク目ですけども、こうやって鼻こうやってちょっとやったりとか、もういろいろ、もちろん当たり前動画だから、生で撮ってるわけですから、2テイク目1テイク目と違うわけですよね。どっちがいい悪いはあるんですけども、舞台だとかだとワンテイク目ツーテイク目、例えば1個目目2個目目3個目目だいたいスタンダードで同じような演技を求められるし、まあそうやって繰り返すことが舞台の演技の必要とされることでもあるんですけども、なんで再現の芸術っていうふうに舞台っていうかステージっていうのはある程度言われているところがありまして、まあ、再現していく必要があると。ただ映像の場合はこれワンテイク目、皆さん見ることはまあないんですよ、まあ、もちろん公開しないから。だから映画とかでもワンテイク目、ツーテイク目、スリーテイク、10テイクぐらいしたとしても、一番いいのだけを使う、わかりますよってこと、一番いいのだけを使うから、何が言いたいかというと、繰り返す必要ないんですよ。こうやって今でもさっきと違うこと喋ってるし、同じようなセリフがあったとしても、その間だとか気持ちの乗り方とか、毎回新鮮に同じことをする必要ないのが映像の演技であるって。だからこそ恐れる必要恐れる必要はないとそうなんですよ。別に恐れてないけどね、何も。少しはこうちょっと謙虚に行きますけど、まあ気軽に、ね、行きたいと思います、というようなこともありまして、まあ、ちょっとトラブルもあって、まあ、2テイク目より気軽に喋れるので、まあ、結果オーライじゃないかなって、まだ終わってないけど思ってます。まあさっき話したのは、そうですね、季節も変わってって話したんですよ。第1回目でね、第1回目のは2月にね、2019年2月にまあオープン、この演技チャンネルしたんですけども、それから約1ヶ月半経って、もう4月です。4月になってしまって、どんだけ間空けるんだっていう話もあるんですけど、まあそれほど多くの人が見ているわけじゃないかもしれないし、まあこちらもちょっとまあインディーズのね映画撮影クランクインしましたので、よし、まあ、まだ撮影している最中でちょっとバタバタ忙しかったこともあって、ちょっと間空いてしまいました。まあ、撮影も頑張ろうと思ってます。まあ、あと演技ワークショップとかねやったり、こういろいろそれなりに忙しくてね、こうちょっと間空きつつもちょっと続けていけたらなと思ってますが、まあ何を喋るかというと、まあ、この桜の咲きつつある季節なんですけども、っていうかもう流した時には散ってるかもしれないけども、まあ演技、前回はね、このさっき言った舞台の演技と映像の演技、2つ種類があるよ。もっと極端に言えば、舞台の演技っていうのはまあちょっと日本的な型の演技が主体だと、分かりやすくはっきり聞こえるように、遠くまで見えるように演技する、まあ歌舞伎だとかね、日本でもあるわけです。そういう舞台の演技っていうのは日本的なもので、まあ海外ではもちろんありますけども、ヨーロッパとかありますけども、そういう日本的な演技があると。一方で映像の内面的な演技、ちょっと何を言ってるのかもうよくわからないなっていうような演技でも、気持ちはちょっと乗ってて変な間があったりっていうのね、が映像の演技なんです。まあこれはいわゆるメソード演技って言われるものが入ってきてなんですけども、それがまだまだ日本では浸透してないので、もうちょっとこういうのを勉強していったり、知られていく必要があるんじゃないかなっていう話をしたんですね、前回まで。2つの種類の演技があるということまで前回を、まあ基礎として、基本の情報として話したんで、まあ見てない方はよければ見てください。2つあるということです、とりあえず。で、今日はまあ何を話すかっていうと、それをもうちょっとね、具体的に話していきたいんですけれども、クリストフ・バルツっていう俳優さん知ってますかね、イングロリアス・バスターズとかね、
クエンティン・タランティーノの作品でナチスの将校をしてたむちゃくちゃ演技派のオーストリア人の俳優さんなんです。クリストフ・バルツっていう、あとジャンゴ、つながれざる者とか、それもクエンティン・タランティーノの監督作品ですけど、に出てたり、あとは最近ではあのアリータって知ってます？アリータ・バトル・エンジェルっていう、昔ね読んでたガンムっていうあの漫画も僕も大好きで、まさかねそれが20年ぐらい前の作品かな、あれがね映画化される時代が来るっていうのはね、日本の文化、まあ漫画っていう文化がまさかね、まさかちょっと怒られながらとかね、自分とか読んでたね親とかに、そういう漫画とかこんだけメインカルチャーになるっていうのはすごい時代変わって、まあ日本の大切な文化ですけども、でもそういう漫画的なも演技だとかアニメ的な声優的な演技と、あとはさっき言った歌舞伎役者の演技っていうのは割と近いんですよ。分かりやすさっていう意味では表面的様式美というか、まあ、形の美みたいな、漫画はもちろん形ですし、アニメとかももちろん形にこう分かりやすく何やってんのとか適当に言われやりましたけど、分かりやすくこうやるっていうのは分かりやすさのこう美というのが日本の場合あると思うんですよね。それと反対なのがちょっと分かりづらいけど、まあ大人の演技というかね、まあそういうヨーロッパアメリカの演技であるわけです、内面的な演技で。さっき言ったクリストフ・バルツっていうのはやっぱりそういう内面的な演技をされてて、まあインタビューの中でですね、まあ歌舞伎だとかでは例えば善と悪っていうのは割とはっきりするかもしれないけども、自分が演じているような役では悪役であっても自分の主義主張があると、自分は正しいと思って生きている、演じているというか正しいと思って生きているような役作りをしているということを言ってるんですよ。それはさっき言ったナチスの話でもそうですけども、ナチスだからもちろん映画の中では悪役なんですよ。でも本人は演じてる時にもその人を生きてる時には自分は悪役だと思って演じてるわけではないんですよ。その差って分かります？歌舞伎だとかだとそれはいかにも悪役だぞって言われてる観客を待ってましたってなるのが、まあちょっと古典的なね、まあそういう、まあ、分かりやすい、まあ、エンターテインメントですよね、それはそれでなんですけども、どういうナチスとかをやる時のアプローチとしては悪役であってもそれで内面的に自分は正しいと思って演じてるっていう演技をしてるんですね。これはまあいわゆるメソード的な内面的な演技から来てるんですね。これは元を正せば、まあ、20世紀とかあの心理学とか フロイトとかね、まあ、ユングとか内面をこう研究する科学っていうのが発達してきたことで演技術も変わってきた。それまでの19世紀的なシェイクスピア、それまでの演技とはまた違ってきた。それをスタニスラフスキーとかがさらにこうシステム化してメソッド化して割とマニュアル化して、内面的な演技なんだけどマニュアル化できるんだということで、それまではあの天才的な俳優とかが自然にこうやってたようなことをあの誰でもとっつけるようにこうしていけば内面的な演技できるんだよっていうようなことを喋ってきた、やってきたんですよ。今何分もう結構これ10分ぐらいにしようと思ってるんでね。なのでまあその内面的なアプローチっていうのを、まあ、次回またあの具体的にね話したいと思います。今日何も話してないな。まあ、クリストフ・バルツがそうやってね、あの悪役であってもあの自分は正しいと思って、役のアプローチ演じるっていうことはすごい大切なことで、それを言いたかったんですよ。歌舞伎とかいうような外面的な演技は日本の様式美として礼儀とか茶道だったら礼儀、まあ作法様式美とかあると思うんですけども、それとは違うこのメソッド的な内面的な、まあ、ヨーロッパ的なアメリカ的な欧米式の演技っていうのはまだ日本では浸透してないから、それについてもうちょっと、具体的にやっていくことで少し、演技が良くなっていくんじゃないかなと、レベルが上がっていくんじゃないかなと、それに少しでもお役に立てればと思ってこの演技チャンネルやってるわけです。まああまりそんな多くの人が見てないかもしれないけど、まあ少しずつねしかも頻繁に配信するわけじゃないんで、まあよければまあチャンネル登録しとってください。まあたまにこうやって少しずつやっていきたいと思う。まあ自分とろいんでね、もうちょっとねポンポンやればねいいのかもしれないんだけど、この時代がちょっと早すぎてちょっとついてなんとか頑張っていきます。はい。
ということで、まあ、そうやって演技が違うということを、まあ、今日もちょっとね、具体的にクリストフ・バルツの話を交えてちょっと話しました。ではまた。